ピエール・ドラノエは、フランスの作詞家である。ダリダ、エディット・ピアフ、シャルル・アズナブール、ペトゥラ、クラーク、ジョニーアリディ、ミレイ・ユマチューなどのために、何千もの曲を書いた。本名の姓は、リロイヤーで、ドラノエは、祖母の旧姓である。日本語では、ドラノエとも表記される。フランス・パリに生まれた。法律の学位を取得した後、修税理となり、後に、税務調査官となった。 第二次世界大戦後、彼はジルベール・ベコーと出会い、作詞家としての活動を始めた。最初は、ベコーと共に、クラブで歌っていたが、これは、長続きしなかった。彼は、ベコーのために、エマントナン、ジュティ・ア・バルテン、クワ、モアサ・ズレラなどのフランスで最も愛されている曲を、書いた。これらの曲は、多くのアーティストによってカバーされた。ベコーの他にも、 エディット・ピアフ、ティノ、ロッシ、ユーグ・オーフレー、ミシェル・フーガン、ニコレッタ、ナナム・スクーリ、ミシェル・ポルナレフ、ジェラール・ル・ノルマン、ジョーダー・スサン、エシツ・ネグジ・ステパ、ニコル・リーユ、ミシェル・サルドゥーにも、字を提供している。アンドレ・クラボーは、彼の歌ドアーズ、モナムールを歌い・ロータユーロビジョン・ソング・コンテスト1958で、優勝した。1955年、ドラノエは、 現代の方法でポピュラー音楽を放送するフランス発のラジオ局であるヨーロッパ一の立ち上げに番組ディレクターとして関わった。ドラノエはフランス音楽作詞者作曲者出版社協会の会長職を1984年、1986年、1988年から1990年まで、1992年から1994年まで務めた。 1997年には、サッサムから、ポエツグランドプライズを受賞した。2004年3月31日、フランスで最高位の文化賞である、芸術文化勲章のコマンドゥールを授与された。2006年7月、彼は、ラップミュージックに対して、音楽を作れない人のための表現形式、音楽ではなく叫び声やゲップと嫌悪感を表明し、論争となった。ドラノエは、 2006年12月27日の早朝、パリ近郊のポワシーで心停止により亡くなった。ポワシーの南東にあるシミティアード法ュに埋葬された。妻のミシュリーヌは2015年1月16日に97歳で亡くなり、彼の側に埋葬された。二人の間には、ピエールドにシルビー、キャロリンの三人の子がいる。ありがとうございます。